こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕自身がですね、この秋買ったものの中で特に良かったものをですね、皆さんに5つご紹介をしてみたいなというふうに思っています。結構ですね、こういった企画って久々だと思うんですね。最近はユニクロだとかグローバルワークのアイテムの中で おすすめを皆さんにお伝えしてみたいだとか、あとは、ボトムスはこの3本だけでいいというですね、丸々だけでいいシリーズなんかが多かったかなと思うんですが、まあたまにはですね、僕自身が買ったものの中で、これは皆さんとシェアしてもいいかなと思うものですね、ご紹介できればなというふうに思っています。まあ僕自身、仕事で服を買うこともあれば、まあ、それ以外にもですね、一人のファッション馬鹿として、いろんな服を買うわけですね。まあそれだけではなくて、最近はですね、結構キャンプにハマっているので、 キャンプ関連でいろんなものを購入しているわけで、まあそういったものの中から意外とこれはファッション的に使えるなというものもですね、あって、兼用したりするわけですね。まあですので僕自身のいろんな買い物の中で、まあ皆さんとシェアできるものをですね、今回は厳選して5つ持ってきたので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。 もう少し中期者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っていますそれでは早速行ってみましょう はい。ということで、ここからですね、僕が実際に買ったものをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、今僕が着ているこちらのニットですね。これはですね、ビューティーユースで最近購入したコットン素材のですね、丸首のニットなんですが、これがですね、本当に良くてですね、皆さんにもご紹介ができればなというふうに思っています。 まあ、秋と言ったらですね、トップス、様々な選択肢があるんですが、その中でも個人的に好きなのが、ニットというアイテムなんですね。まあ、これはですね、僕の動画の中でも色々と出てくるかなと思うんですが、まあ、適度にですね、カジュアルな雰囲気も漂いつつ、まあ、ニットの風合いってどこか大人っぽく見えるので、個人的にはですね、 大人の男性にはマストのアイテムだと思ってるんですね。まあそんなニットもですね、本当にいろんなお店、ブランドから出ていまして、え僕の動画の中では、例えばユニクロだとか、無重視良品だとか、あとはグローバルワークだとか、このあたりのアイテムを出すことが多いんですけども、僕が今回買ったのはですね、こちら、ビューティーユースのオリジナルなんですね。普段ですね、僕が動画の中で解説しているものよりは、 ちょっと価格帯は上になって1万円を超えてはくるんですが、やっぱりですね、色合いとか風合いとかシルエットだとか、そういったところにですね、やっぱり違いは明らかにあるなというふうに感じています。まあ、特にですね、注目していただきたいのは色なんですね。まあ、本当にですね、ユニクロのニットなんてよくできているので、 それで十分なんですが、やはりカラー展開としては、ブラックですとかネイビーですとかダークグレーですとか、あとはベージュですとか、そういったオーソドックスなものが多いかなと思うんですが、やはり価格帯が上がることで、 カラーのバリエーションだとか、まあ、そのお店独自のですね、らしい色というのが出てきたりするんですが、まさしくですね、このロイヤルブルーという色が個人的には激ハマりをしてしまいまして、なかなか雰囲気いいですよね。まあ、ブルー系なんですけども、ちょっとこう上品な雰囲気のロイヤルブルーということで、1枚で着ても様になりますし、意外とこの上にコートを着た時にも差し色になるんですね。 まあこの上に僕が着るのはロング丈のコートですね。ブラック系のロングコートを着た時にも内側にこういったロイヤルブルーが来ることで結構華やかな印象になるのでこれは買ってよかったなというふうにすごく実感しています。 また、ユニコーンのニットとの違いというのは、シルエットですね。まあ、定番的なミラノリブリット、この動画の中でも解説しましたが、あれもめちゃくちゃいいんですけども、シルエットは割とオーソドックスなんですね。ただ、こちらのビューティアンドユースのニットに関しては、身幅ゆったりめに取られています。肩なんかもちょっと落ちてるようなデザインになっていて、まあ本当にですね、今っぽいサイズ感なんですね。 だからといって大きすぎる感じではないので、非常にこういったバランスが整っているので、まあユニクロにはないサイズ感というところ、トレンド感というところも含めて、めちゃくちゃ気に入っているアイテムなので、ぜひ皆さんもですね、オンラインですとか、お店で見ていただければなというふうに思っています。まあ素材的にコットンなので、まあ秋ももちろん使えるんですけども、春先にも使えるような素材感なので、ぜひ一枚ですね、皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。 はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらのシャツですねえ。こちらもですね、秋に購入したユナイテッドアローズのバンドカラーシャツで、色はですね、なんと言ったらいいんですかね、モスグリーンのような深いグリーンなんですね。 この色合いにですね、一目ぼれして購入したわけなんですが、これがですね、なかなか雰囲気が良くて、個人的にも気に入っています。まあ見ていただくとわかるかなと思うんですが、今ね、いろんなところに照明を焚いてるんですけども、非常にですね、滑らかな質感で、光沢感が綺麗ですよね。この上品な感じがすごく気に入っているわけなんですが、こちらのシャツはイギリスの名門基地ブランドである トーマスメイソン社のですね、生地を使っていまして、これがですね、やっぱり雰囲気がいいんですね。まあ僕の中ではこのトーマスメイソンというブランドはですね、 例えばこうシャツをオーダーするときなんかに生地見本を見ているとその中にですねあるようなイメージなんですね。ですのでそういったビジネスで使うような綺麗なシャツの生地のイメージなんですけどもそれをですね最近はカジュアルなシャツに乗せているようなことがですね結構増えてきていまして僕自身もいくつか持ってるシャツの中にトーマスメイソンの生地を使ったものって増えてきたんですがやはりですね普通のシャツと比べると圧倒的に表面の質感この光沢感が 美しいのでシンプルなシャツほどですね差が出てくるかなというふうに思っていますまあ、様々なカラー展開があるんですが その中でもですね、やっぱりこういったダークグリーンというか、グリーンっぽいものっていうのは稀だと思うんですね。なかなか他にはないので、個人的にも気に入ってよく着ています。このようなバンドカラーシャツ、もちろんユニクロだとか様々なお店でやってるんですけども、まあ、デザインだとかシルエット自体がものすごく各社で違うかというと、そんなことは正直ないかなと思うんですが、 さすがにですね、生地の質感だとか色合いというところは差が出るかなと思ってまして、個人的にはですね、このシャツは買ってめちゃくちゃ良かったなというふうに思っています。1枚で着てもいいですし、この上にジャケットを着たりだとか、あとはアウターを羽織ってもすごく様になるので、まあこのようなですね、綺麗な色のシャツというところもですね、皆さんたまには投資をして買ってみるのもいいんじゃないのかなというふうに思っています。 はい、続いて3点目のアイテムはですね、今僕が着ているこちら、マウンテンパーカーですね。 これがですね、買ってすごく気に入っているんですが、ちょっと立ってお見せしたいなと思います。こちらはですね、ロゴがついているんですけども、アンドワンダーというブランドのマウンテンパーカーになります。これがですね、最近買って個人的にめちゃくちゃ気に入っているんですね。もともとですね、僕はこういったスポーティーな香りのするようなナイロンジャケットだとか、マウンテンパーカーが好きなんですね。 なんかやっぱり着心地がいいし、ラフに羽織れるので、休日に着るにはすごく便利なんですね。また、小さくですね、置いたたんで、バッグの中に入れておいたりもできるので、持ち運びにも便利だったりするので、非常に重宝するんですが、まあ今までいろんなものを買ってきた中で、割とアウトドアブランドのものが多かったんですね。 ま、例えば分かりやすいとこで言うと、ノースフェイスも来ましたし、あとはちょっとクロー人向けになってくると、アークテリクスですね。まあ、スコーミッシュフーディというモデルが個人的にも気に入っていて、それはそれでよく来てるんですが、たまにはですね、違った雰囲気のものも着てみたいなということで、今回買ってみたのが、このアンドワンダーというブランドなんですね。 なぜこのブランドを着ようかと思ったかというと、それには事情がありまして、今年はですね、ユニクロとホワイトマウンテニアリングのですね、コラボレーションが 話題になりましたが、このホワイトマウンテニアリングというブランドと僕はですね、もう一つ気になるものがあって、アンドワンダーというブランド。まさにこれがですね、二つ気になっていたんですね。まあ、どちらもですね、アウトドアウェアというところを一つのテーマにしながらも、デザイン性はかなり洗練されていて、アプローチがですね、アウトドアブランドとはまた異なるので、個人的にはすごく注目をしていたんですが、ホワイトマウンテニアリングが注目度を集めたので、まあ、ちょっとそういったデザイン 性の高いですねマウンテンパーカーも欲しいなぁと思っていろいろと見ていた結果アンドワンダーでこちらを見つけて一目惚れをして購入をしました本当はですねアンドワンダーの中で他に欲しいものがありましてバブワーというブランドがあるんですけどもそことアンドワンダーがコラボレーションしたマウンテンパーカーがめちゃくちゃかっこよかったのでそれを買うつもりだったんですが たまたま試着したこちらがですね、個人的には今までにないようなデザインですごく気に入って購入を決めました。なかなか見づらいと思うんですが、ブラックをベースとしてるんですけども、ステッチ使いがとても面白くて、ホワイトのステッチだとか、あとはですね、グレーのステッチだとか、色もグラデーションになっていたりだとか、非常にですね、凝った作りになってるんですね。まあ、ポケットも多めで、そのあたりのですね、デザインのディティールなんかもですね、一つのアクセントになっているのが 気に入っている点なんですがなかなかですねアウトドアブランドではここまで凝ったものが出てこないかなと思うのでまあ、山とかアウトドアでガチで使うというよりは普段のファッションで取り入れるような形で都会的なマウンテンパーカーとしての活用がすごく合うんじゃないのかなというふうに思っています今回これを買ってみてですねやっぱりアウトドアウェアだとか機能的な洋服というのもいいなというのも改めて実感したので これからですね、アンドワンダーとか、あとはホワイトマンテリアリング、いろんなものを買い足しながら、着心地の良さも求めながらですね、ファッションを楽しんでみたいなというふうに思っています。はい、続いて4点目のアイテムを皆さんにご紹介したいなと思っているんですが、こちらですね。なんだかわかりますかねこちらはまあいわゆるヘアスタイリング剤になるんですが、最近僕が愛用しているのはこちらですね。 デビルジェルワックス7.0というものなんですね。これはですね、まあ、秋に買ったというか、まあ、秋に買い足したものではあって、最近はこればかり使ってるんですね。まあ、メンズファッションにおいて結構重要になってくるのは、僕は上半身のアイテムだと思ってるんですね。 というのも僕自身が今動画に映ってるわけですけどもボトムスまでは映ってないですよね、まあ、相手とお話をするときって基本的には上半身が映ることが多いので、まあ、そんなときにですねやっぱり目線の位置に来るようなヘアスタイルって重要だと思うんですね、まあ、どんなにファッションが決まっていてもヘアスタイルがいまいちだとなかなかですねバランスが整わないので、まあ、常々ヘアスタイルの大切さというのは動画の中でもお伝えしてるかなと思うんですが ヘアスタイルって結構ですね、整えるの難しくないですか僕はあんまりヘアスタイルを整えるのが得意じゃないんですね。まあ、なかなか決まらないなとか、ヘアスタイリング剤もうまく使いこなせないなということが少なくなくて、僕自身は今までめちゃくちゃいろんなものをヘアスタイリング剤買ってきたんですね。 まあ、浮気症で、もう常にコロコロと変わってきたわけなんですが、ここですね、半年ぐらいはもうこれ一本で全く浮気をしなくなったんですね。このデビルシリーズというのがめちゃくちゃいいんですね。 まあこれはですね、ジェルになってるんですけども、まあ正確にはジェルワックスということで、ジェルとワックスのいいとこ取りという形なんですが、中開けてみるとですね、まあ透明と言いますか、ちょっとブルーがかった透明のテクスチャーになっていまして、これがですね、非常に使い勝手がいいんですね。まあ今日も実際にこちらを使ってスタイリングしてるんですが、ちょっと手のひらに乗っけてみましょうか。 見えますかねこういったちょっと粘度があるようなブルー系の透明,透明なんだけどブルー系のテクスチャーになってまして、これを手のひらに乗せて、えー、よく伸ばして、こうヘアセットをしていくんですけども、ちょっとですね、乾くとパリッとした感じになるんですね。 毛束もできますし、えっと、非常にですね、あの、扱いやすいようなジェルワックスになっていまして、これでちゃんとですね、セットすれば、ある程度風が強い日でも十分にですね、セット力があるんですね。これがですね、普通のワックスだと、まあ、1日の後半になってくると結構ヘタれてきたりするんですが、かなりセット力が強いので、 すごく使い勝手がいいんですね。ちょっとパリッとした感じの仕上がりが好きで、僕はこれをめちゃくちゃ愛用してるんですね。まあ、このいい点としてもう一つ挙げられるんですけども、 ワックスってシャンプーしてもなかなか取れづらかったりしませんかあの感じが僕は苦手なんですね。できれば水洗いの段階でスルスル落ちるのが理想的なんですが、まさにこちらはですね、シャンプーしなくても水洗いでサクッと落ちるんですよ。もちろんその後にシャンプーしますが、そういった意味ですごく使い勝手が良くて、一日が終わってこちらを取り除くのも楽というところも含めて、これはですね、個人的には大傑作かなというふうに思っています。 これはですね、しばらく浮気せずに今後も使っていきたいなと思ってので、ぜひ皆さんですね、Amazon で買えるので、そちらでチェックをしていただければなと思ってます。 僕はあの事務所と自宅それぞれ1個ずつ置いてるので2個買いたかったりするんですけども意外と人気なのかわからないですが1個ずつしか買えなかったりするのでぜひ皆さんもですねまず騙されたと思ってこちら使ってみるとすごく便利かなと思います僕のように不器用であまりヘアセットが得意じゃない人でもですね気軽に使って簡単にですねそれなりのヘアスタイルというものがカチッと決まるのでぜひこちらもトライをしていただければなというふうに思っています はい、続いてラスト5点目なんですが、まあ冒頭にもお伝えした通り、最近僕はですね、キャンプにはまっていまして、いろんなギアを集めている最中なんですね。結構ですね、キャンプをするとなると、いろんなアイテムが必要で、車の中がぎゅうぎゅうになるわけなんですが、その際に結構必要となってくるのが、荷物を入れるようなバッグだとか、あとはですね、ボックスなんですね。 こういったものがあると荷物が整理しやすいので結構いろんなものを見比べてみた結果僕の中でですね気に入ったものが2つありまして皆さんにご紹介したいなと思ってるんですねまあファッションと関係がないように思うかもしれませんが実はこのようなボックスというのは結構日常で使うこともできるんですねまあ早速ご紹介したいなと思ってるんですがまずはですねこちらのボックスですねえー、はい まあ前はですね、無印良品の頑丈ボックスというものをですね、皆さんにご紹介してたかなと思うんですが、まあ、最近個人的に気に入ってよく使っているのが、こちらのですね、ソーというブランドのボックスなんですね。 なんか僕のですね、オリジナルのブランドもそ、SO、うというですね、SO という形で書くブランドで、こちらはアルファベット全然違うんですが、同じく読み方はそ、SO、うというところで、個人的にはですね、ちょっとこう愛着があるんですが、こちらのボックスをですね、結構いろんなサイズで持っています。 なかなかですね、雰囲気がいいんですね。ボックスのカラーもこちらはベージュですごくですね、柔らかみがあって置いてあっても雰囲気があるので個人的には気に入ってるんですね。そしてこのロゴの感じですね。 これもね、なんかフォントの感じだとか雰囲気も含めて個人的には気に入ってるんですね。こちらにですね、キャンプの場合はいろんな食器だとか調理器具を入れて出かけるわけなんですが、普段はですね、こちら自宅にも置いていまして、子供たちのおもちゃ箱として利用をしてるんですね。 まあ子供のおもちゃってどんどん増えるかなと思うんですけどもそれを収納する箱がある程度おしゃれだと部屋の中に置いてあってもそんなにですね景観を邪魔しないのでこのボックスそういった形で使ってるんですねまあサイズも色々あるので、まあ、これは自宅用に使っていてあとは車のトランク用にもうちょっと大きいものをですね常設していたりするんですけどもこれはですね最近買ったボックスの中ではすごく雰囲気が良くて個人的に気に入っています それだけではなくてですね、もっと大きいものも購入してるんですね。それがこちらですね。かなり大きいです。ドーンというね。はい。これはですね、まあもうちょっとこう、プラスチック系のものではなくて、もうちょっと柔らかい感じですね。まあこういったプラスチックとは違って、もう少し柔らかさのあるものの方が、まあ車には収納しやすいかなということで、こちらすごく気に入って使っているんですね。 アルバトルというブランドのもので、こちらはですね、かなり大容量でいろんなものが入るんですが、我が家の場合は服を入れて持っていくんですね。 寝巻きだとか着替えだとか子供二人分親の分までですね、しっかりと収納することができるのでお洋服を収納してこちらをキャンプで使っているんですが、これはですね、キャンプ以外の時にも使ってまして、実は同じものを二つ持っているんですけども、うちで使ってるものは着なくなった季節外のアイテムをですね、この中に入れて収納してるんですね。 結構な量が入るので、洋服の収納にもですね、なかなか便利かなというふうに思っています。まあ、デザインもすごく気に入っていまして、なんか男らしい武骨な感じがしますよね。まあ、明細側なんですけども、ベースのカラーがブラックなので、そこまで強すぎないのが個人的に気に入っていて、ものとしてですね、非常に僕はこれがですね、お気に入りなんですね。 まあ、アマゾンなんかで買うことができるので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいんですが、様々な機械で使うことができるかなと思います。お洋服を入れるのもいいし、おもちゃを入れるのもいいかなと思いますし、まあ、お家の中でちょっと使わないものをこの中に入れるのもいいかなと思うんですが、まあ、せっかくだったら収納するバッグだとか、ボックスがおしゃれだと、結構テンションが上がるかなと思うので、こういったものもぜひ皆さん参考にしていただければなというふうに思っています。 はい。ということで、今回の動画では僕が秋に買ったものの中で特に良かったものをですね、5点ご紹介させていただきました。まあ、このような形でですね、僕の私物をまとめてご紹介するというのは久々だったんですが、こういったのもですね、個人的にはなかなか楽しいので、今後もですね、このような企画、定期的に行っていきたいなというふうに思っています。ぜひ今回の動画を見ていただいている方にはですね、 1>, 1点目から5点目まで、どれが欲しいと思ったか、コメント欄までですね、どしどし書き込んでいただければ、僕自身も今後の参考になるかなというふうに思っています。 これからもですね、こちらのチャンネルでは、もちろんユニクロですとか GU グローバルワークですとか、そういった価格帯を抑えたものもご紹介したいなと思っていますが、それ以外のですね、僕自身が楽しんでいるようなセレクトショップのオリジナルですとか、あとは雑貨だとかコスメだとか、そういったものもですね、定期的にお伝えしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル